きなつぼみ。おじいちゃんが子供の頃、そのまたおじいちゃんから聞いたそうですけど、その頃もやっぱり今みたいなつぼみだったらしいですよ。ということは100年くらいはこのままってことかな。不思議ですよね。枯れてるわけじゃないみたいだし、本に載ってたお花と形は同じ。おじいちゃんに聞いてきました。この花はすっごく長生きで、アーシャさんの言う通り100年に一度だけ花を咲かせるんだって。100年間養分を貯めて花を咲かせる準備をして、時が来たら数日間だけ開花するって。でもそれはもうずっと昔の話で、この花が咲いたところはおじいちゃんも見たことがないそうです。そっか、もしかしたらこの辺りが荒れ地になっちゃったからかもしれないね。だったら養分を与えてあげれば花咲くかも。あー、アーシャさん、それです。私もそんな気がします。でも100年分の養分ってどうやって用意すればいいのかな。それは私が何とかできるかも。養分たっぷりのものを調合すれば。本当？なんだか私までワクワクしてきちゃいました。この花を咲かせることができるのはアーシャさんしかいないかもですね。うん、私やってみる。おーい、アーシャさん。あれれ、ターニャちゃん、こんなところで会うなんて奇遇だね。はい、これからお塩を業者さんに卸しに行くんです。配達のお仕事もやってるんだ、偉いな。でもお塩ってかなり重いでしょ。一人で大丈夫？もう慣れてますから、そんなこともないですね。今も少し持ち歩いてますけど、気にならない重さですし。ということは新鮮な取れたてのお塩だね。お塩に取れたてって関係ないですよ。そんなことないよ。取れたては気持ちのいいものだもの。できれば少し分けてくれると嬉しいんだけれどな。いいですよ。じゃあお取り分けしますね。マスターさん、こんにちは。ごはん。お、アーシャちゃんじゃねえか。ちょうど今君のことを思ってたんだ。あの可憐な薬屋ちゃんが今度はいつ俺の店に来てくれるかってさ。といけねえ、下積み時代これで何度もクビになってんだ。仕事中のナンパはご法度、この商売の基本だった。とにかくうちの味を気に入ってくれたみたいで嬉しいぜ。にしてもすげえ荷物だな。山が動いてるみたいだ。君はいつも牛にこんな大荷物乗せて旅してるのかい？はい。変ですか？変か変じゃないかってよりはすげえって感じだな。まるでうちごと引っ越ししてるみたいだ。言われてみればそうかも。よし、うまい飯を用意してやるぜ。そんな荷物抱えて疲れたろ。そっちの牛にもうめえ水をご馳走してやっからさ。わー、ありがとうございます。もうお腹ペコペコなんです。さて、今日は何食ってく？何でも腕によりをかけちゃうぜ。そうですね、表のメニューにあったマスターのおすすめが気になってます。よし来た、伊達に勧めてるわけじゃないってところを見せてやるぜ。お腹いっぱい、食べ過ぎちゃった。いい食いっぷりだったぜ。思わず惚れちまいそうになるくらいにな。も
う、からかわないでくださいよ。恥ずかしいな。これでも褒めてるつもりさ。食いすぎは良くねえけど、よく食うのは悪くない。体型がどうとか送信法がどうとか過度に気にするのはどうかって思うね。でもやっぱり女の子なら気になると思いますよ。アーシャちゃんなら大丈夫。女の子は少しふくよかなくらいがいい。そうかな。同意するにはちょっと勇気がいります。あ、ちょっと休んでから行きなよ。食ってすぐ動くのはよくねえからな。はい、お言葉に甘えてそうします。はいよ、エールシュお待ち。わあ、この町に来たらこれ飲まなきゃ始まらねえよな。お酒か、美味しいのかな。そうそう、さっきの続きだけど、表の大荷物、中身は一体何だい。お薬の調合に使う道具です。調合用の釜とかお薬の素材とか、もしかしたら使うかもしれない素材と、あと予備の釜と予備の予備の釜。おいおい、それ後ろの方っていらないだろう。そもそも旅ってのはまず荷物を減らすことから始めるもんじゃね。それはそうなんですけれど、いつも持ってないと不安で。ふーん、これじゃ旅ってより引っ越しだな。よしだ、ここはカエルお兄さんが一肌脱ごうじゃねえの。この店は昔宿もやってたんだけど、今は空き部屋になってんだ。どこでも好きな部屋使っていいから、余計な荷物はそこに置いとけよ。でもなんか危なっかしいんだよ、アーシャちゃん見てるとさ。それにどうせ空いてる部屋なんだ、使ったところでバチも当たらねえはずさ。その代わりたまにうちで飯でも食ってくれりゃいいからよ。そうですか、それじゃお借りしちゃおうかな。お腹減ったな。あ、そういえばまだお昼ご飯食べてない。あれ、なんだかいい匂いがする。なんだろう、ツンとしてでも美味しそうなこの香り。こっちかな。これは確かにうまそうだけどよ、匂いすごくねえか。東方で取れる香辛料でも一番香りの高いものだからね。ちょっぴり鼻がムズムズしちゃうね。いや、ムズムズってもんじゃねえぞ。なんつーか、ふがふがするけど、東方の香辛料か、料理人としちゃ腕が鳴るな。でしょ、マスターさんならうまく使えると思ったんだ。こんにちは。ああ、アーシャちゃん、お昼食べに来たの。おい、ちょっと待ってくんな。今厄介なのと対決中なんだ。あ、マスター太郎、そうだよ、カイルさんはお得意さんの一人なんだ。かわいいくしゃみだな。ねえアーシャちゃん、昼飯に来たんだよね。はい、お腹何？あの、香辛料の香りに釣られたんだって。確かにいい香りだよね。やっぱりこれはアーシャちゃんにはちょっと刺激が強すぎるかな。それが良さそうだね。
また今度はゆっくりお話ししようよ。そうね、ハグシ、でもこのハグシ、ハグシ、これで、ハグシ、ハグシ、ハグシ。まさかアーシャちゃんと一緒になるとはね。失敗だったな。香辛料に弱いんだな、彼女。気の毒なことをしちゃったぜ。けどそれはそれとして、お前すごいな。よくまあ意思疎通できたもんだそりゃ長い付き合いだもの、それくらい分かるよ。いやそういう問題じゃねえと思う。兄、おめえすげえよ。絶対諦めないからね、ニオ。